じゃあ、高速準備、よし。じゃあ、いきまーす。岡崎1号ウインチ、ブラニック福田準備、出発用意。はい。岡崎1号ウインチ、ブラニック福田準備、出発用意。地上滑走はですね、正面のマンションあるでしょ、はい、あれに向かってまっすぐ、はい、ラダルコントロールしながら走っていきます、はい、はい、じゃあ行きましょうか。約1260。はい、最初左に結構行ったでしょ、はい、あれでも、あれでウインチの正面にできるだけ早く行きました、はいはい、じゃあですね、左に旋回していきますよ。はい、速度85。はい、次は、はい、いつもノービーエリアの北側から見てみると、ただノービーエリアの東の端です、はい、そうですね、ここまでは見えないですね、はい、一番強いですね。岡崎インチ、ピスト、ブラニックです。川中クリアです。はい、了解。はい、了解。いろいろ考えなくて。あれ、ラジコンですか。ラジコン飛んでる。いや、あの、準備してます。あ、飛んでます。飛んでるね。ラジコンインサイト。あれだとまだ低いけど、そうです。下手すると、200m から 250m ぐらいで経験そこってくるから。うわぁ、うん、はい、不安です。そうですね、何もないですか、はい、じゃあちょっと一緒に右に展開しましょうか。右に、はい、180を展開しましょう。はい、はい、右クリア。そう、冷静に見て、新しい機体だから、タコの音を感じてるよね。はい、停止。はい。そうそう。はい。じゃあ、ちょっとランウェイ見てみましょう。はい。ランウェイの実線は、はい、白いバーが点々と置いてあるけども、はい、右下、草が茶色くなってるところ。はい。あれがランウェイの実線になります。はい。うん、ちょっと旋回しますよ。はい、はい、マッチョに失礼しました。失礼したところだ。はい、じゃあさ、ランウェイと平行にはどうなるんですか。平行するとどれぐらいの方向になる。じゃあちょっと自分で調整してみて。はい、はい、調整します。もうちょい、もうちょい、これぐらい、風がなければこれぐらいになる、はい、ちょっとこれでチェックポイントはね、ちょっと大体これぐらいですね。まだちょっと高いので、はい、じゃあ右に旋回してください。はい、右クリア。旋回開始。はい。はい。はい。じゃあ旋回止めてください。はい。
市街地の中で水飛んでいると、はい、それに比べるとこういう田園の中で飛ぶとどうしてもサーマルが少なくなります、はい、また地形的にもどうも水が特にサーマルが多いところみたいな、あそうなんです、ここは普通です、はいはい、じゃあ左に180を選択して、はい、でこれにダウンウィンド入りましょう、じゃあ、ランウェイと平行に飛ばして、はいはい、じゃあちょっと私やります、はい、ちょっときつくなったんで第4旋回ポイントに直接向かいます、はい、岡崎ピスト、ブラインチェックポイント通過、高度540です。マーテンチ了解、ノーマーランディング、はい、ノーマーランディング、はい、加速上級立てなくても、はい、申し訳ないですけども、はい、ファイナルパス角はですね、結構高いです、はい、じゃあ第4旋回しますよ、はい、高いですね、うん、でもね、これ障害物が JR があるでしょ、はい、そうするとね、これぐらいで持ってこないとですね、いかんのかしら、はい、ちょっと練習のため、私の練習のため壊すんですよ、はい、はい、ありがとうございました。